そこまでだじゃんか。もう探偵ごっこは終わりにしよう。やつらだ、スナッチャー。やれ。足をやられた。なんだそのざま。ジャンか。誰だ。陳州法、貴様。おや、まだ元気が残っているようだな、ジャンか。貴様たちはもう終わりだ。ついに我々の計画は第二段階レベル2に入る。そうなればこのシティはもちろん全世界も我々のものとなる。第二段階、どういうことだ。これまで我々の行動を制約していたものは貴様たちも知っての通り不完全な人工皮膚だ。この不完全な人工皮膚のために我々は紫外線を避け地下に潜り、そして我々の行動時間は冬の、しかも夜間に制約された。挙句の果てにこんな病院までも必要となった。何もかも不完全な人工皮膚のためだ。人と我々との唯一の相違点はそこだけなのだ。しかし我々はついにそのボーダーたる制約を超えることができる。完全なる人工皮膚の完成の糸口をつかんだのだ。新たなる協力者によってな。完全なる人工皮膚、新たなる協力者。それが完成すればもはや我々を拘束するものはない。そして我々のスナッチ計画は人工皮膚の成功により第二段階レベル2に入る。このシティでの実験段階から本格的な世界進行へ。ふぬぼれるな、そう簡単にシティを出られんぞ。人間とはどこまでもおめでたい生き物だな。なんだと。明日スナッチャー問題のために京都サミットが開催されることは知っているだろう。メタル、本当か。はい、そうです。スナッチャー問題は全世界が注目していることです。今度の京都サミットではそのことがサミットの大きな議題となっています。その通りだ。我々は明日そのサミット会場を襲う。バカな、警戒は厳重だ。侵入はおろか近づくこともできん。全てを話さなければわからぬか、ジャンカー。今度のサミットにはジャンカーの一人が特別顧問として出席するくらいのことは聞いているだ。局長、そうか、カニンガム。それで局長をスナッチしたのか。局長がサミットに出席することは半年前から分かっていた。ギリアン、サミットは明日です。急がないと。いいか、局長をはじめジャンカーは我々の手中にある。このシティも、そして明日になれば全世界も。もはや我々の邪魔をする者はいなくなったのだ。今こそ我々は50年前の復権を成し遂げるのだ。お前ら一体何者だ。我々か。我々はクレムリンの奥深く創造主マッドナーによって生を受けた新たな進化種、選ばれた人類だ。マッドナー。クレムリン、マッドナー、どこかで聞いたことあるような。我々の目的は全世界のVIPのスナッチ、そして全世界全人種の思想統制、民族統一だ。誰だ、お前らを操作しているのは。あのナチスがしたように、我々の侵略経路は人類の精神を威圧することから始まる。人間の最も弱い部分、精神構造の規定をなす疑念を刺激し増長させることで人間社会の根本を築く信頼関係を崩壊させるのだ。
疑いとは人類の最も原始的な脆い部分だ。我々の計画はその領域に軽く触れるだけで事足りるのだ。ギリアン、このままで俺たちは全滅だ。お前は生きて帰らなきゃならない。ジャンカーだ。何をする気だなんだ。大きな花火を上げてやる。奴らにスナッチされるくらいなら自爆するつもりか。一緒に戦おう、ランダム。ダメだ、大体の俺だ。クソ、バウンディーハンターにとって足の負傷は命だ。何か勝算はあるのか。これも伊達にバウンディーハンターをやっちゃいない。こういう時のための用意はしてある。昔から物持ちはいい方だった。12月だ。花火を上げるには遅すぎる。季節外れの花火だ。年忘れだな。ベルトに TNTPX が仕込んである。火星の鉱山で使っている強力なやつだ。ボタン一つでこの病院は軽く吹っ飛ぶぜ。考える時間もないはずだ。ジャンカー、行け。何をしてる、腰抜け。通風口から逃げろ。強烈なフラッシュをたく。奴らのセンサーが狂う。その隙にできるだけ遠くへ。分かったか。花火は離れてみるもんだ、ギリアン。別れの挨拶は済んだか。それではそろそろ死んでもらおうか。こっちも忙しいんでな。いいか、合図をしたら通風口を破って逃げるんだ。ブラスターを忘れるな。メタルついてこいよ。はい。ランダム。ギリアン、どうやら借りは貸したままになりそうだ。借りはお前の分まで奴らにまとめて返すつもりだ。引け。